平和の石は沖縄県糸満市の平和記念公園内に設置されている慰霊碑。高さ1.5メートル全長2.2キロメートルで国名されている人数は24万1525人であり、敵味方関係なく沖縄戦などでの戦没者すべての使命を刻んで記念するものである。ドキュメンタリー作家の上原少年は1982年3月に ワシントン DC にて混流されたベトナム戦争で戦没した兵士を弔うためのベトナム戦争戦没者慰霊碑の存在を認知していたが、これには亡くなった一般のベトナム人の名前が全く刻まれていなかった。これをきっかけとして1990年6月22日に米軍海軍歴史家のロジャーピノー、カビラ長身、テルヤヨシヒコ、コメスキヨシイ共同で記者会見を開き、 沖縄戦メモリアル構想を発表した。その後、1991年5月、県立平和記念資料館改築、沖縄戦犠牲者、平和の壁建設等基本構想検討懇和会、設置され、同年7月16日の知事定例記者会見にて、平成4年度重点施策に位置づけられ、串上村に沖縄戦メモリアルを設立することを一旦発表した。 1992年11月、平和の石杖建設委員会設置。1993年9月、デザインアイデアコンペにて対象作品が決定し、同年11月、沖縄戦に関わる全戦没者の調査を実施。1994年4月、平和の石杖建設検討会の設置され、同年7月に工事が寄港され、1995年6月、 除幕された。平和の日に伸びるメイン通路、異例の日に灯される、平和の日断崖絶壁の海岸に面して平和の広場があり、その中心に平和の日が灯される。この日は沖縄戦最初の上陸地であるザマミ村、赤島で採取した日と、被爆地である広島市の平和の明かり、長崎市の誓いの日から、それぞれ分けられた日を合わせ、 毎年6月23日の慰霊の日には、この場所に灯される。平和の広場を中心として放射状に国名碑が、円弧の形で広がりを持って配置されている。全体のコンセプト平和の波永遠なれのイメージに沿い、世界に向けて平和の波が広がるようにとの願いをデザインとしている。国名エリアに植栽されているのは桃玉菜で、沖縄では古くから墓地に植えられる樹木である。 国名碑を通って平和の広場に通じるメイン通路は中心線が6月23日、異例の日の日の出に合わせて伸びている。平和の石の国名版、沖縄戦での戦没者すべての使命を刻んでいると紹介されることがあるが、実際には以下のような基準に則っ,って国名されている。となっている。沖縄県出身者については沖縄戦での戦没者に限らず、 海外への出征、南洋群島や満州など、移民先での戦災、津島丸などでの船舶遭難や、疎開先での戦災による犠牲も含んでおり、この数は、決して少なくない。このため、平和の礎の国名者数をもって、沖縄戦の戦没者数とすること。なお、現在でも、新たに判明した戦没者や遺族、関係者から申請のあった戦没者の追加国名受付は、 沖縄県によって続けられており、毎年6月に合わせて、国名作業が行われる。日本人名の国印記載は、都道府県別で、沖縄県人は市町村別になっている。外国人は国別で、米国、英国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国の国別である。また、設立後判明した人々の名前は、判別年度別に追加されている。 ありがとうございます。